皆様こんにちは、入山明子です。今朝西プロジェクト9人の肩書きになって、これからデビュー、これまでの大変な頑張りと、そして選ばれた9名の方には大拍手です。でも歌手入山明子としましては、選ばれなかった3人、そしてこれまでも途中経過で選ばれなかった方々にどうしても気持ちがいってしまいます。どちらかというと、私もこれまでの人生、歌の道に入ってからは特に選ばれない方でずっと必死で頑張ってきた気がします。でもそんな私が頑張ることがどなたかの元気につながったり、あの人がそうなんだから私ももっとやれるかもしれないと、誰かの心を奮い立たせることができたらと、ずっと挑戦を続けてまいりました。きっといいことばかりではなくても、明るい光が差す日があるはずだと今でも思っています。ここ数年はありがたいことに、とても歌いやすい環境を整えていただいております。コロナの状況でどの歌手の方も、どの音楽業界も、どの職の方も大変だと思います。こんな時だから精一杯の知恵と、最後は信頼できる方と一緒にまだ頑張っていこうという気力だけはなくさないでいていただきたいなと思います。私もいろんなことがありましたけれども、これからも頑張ろうという気持ちを奮い立たせることができています。それは皆さんのおかげです。感謝を込めて、今日はこれまで15年お世話になっていた西所沢の事務所を7月初めに閉めるために引っ越しの作業をしています。たくさんの思い出と、たくさんの思いも蓋をして、今日で最後、明日からはまた明るく生きていきたいと思います。さだまさしさんの歌をリピートで引っ越しの間中かけながら、化粧が落ちるぐらいまた泣きながら作業しております。涌井社長が一緒だとまた大笑いされると思います。感謝を込めて締めくくりをきれいに、ああよかったなという人生でありますように、一歩一歩頑張ってまいります。それでは皆様、明日もまた FM チャッピー、それから生ライブ14時から、そして朝はテレタマ、よろしかったらお付き合いください。それでは入山明子でした。